コミュニティカレッジは教育機関の種別の一つである。国によって定義は様々であり、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、フィリピン、インド、マレーシアなどに存在している。コミュニティという表現にあるように、その地方の住民、税金を払って住んでいる人たちへの高等教育、生涯教育、継続教育の場として設立された場合が多い。米国で、 最初のコミュニティカレッジである公立女霊ジュニアカレッジ、米国で最古のコミュニティカレッジであるフラートンカレッジ。米国において、コミュニティカレッジは、ジュニアカレッジ、テクニカルカレッジ、2年生、カレッジ、シティカレッジなどとも呼ばれており、主に2年生で高等教育、または、初級第3期の教育にあたり、サーティフィケート、ディプロマ、アソシエートなど、卒業証書、 証明を付与する公立の教育機関を指す。また、並立して、継続教育や、成人教育も提供するところが多い。コミュニティカレッジ卒業後、一部の学生は4年生、リベラルアーツカレッジやユニバーシティに編入し、2から3年間学んで学士号を取得する者も,もいる。日本における、教育制度においては、市民大学講座と比較される場合があるが、 市民大学講座制度があくまで講座であり、教育施設ではないのに対し、米国コミュニティカレッジは、法的に教育施設として位置づけられている。2年制の高等教育機関であることから、日本においては短期大学に近い制度として紹介されることも多いが、その役目は大きく異なるので、実態に合っていない。教養科目や専門基礎などを学ぶ。 大学進学準備課程や4年生大学への編入を前提としたアカデミックコース、4年生大学の1.2年次の進学を予定する予備コースなど4年生大学への準備期間として用いられることもある。また専門教育や職業訓練を重視する点においては日本の専修学校専門課程やカルチャーセンターとの関連も指摘される。また、 教育設備については、日本の専門学校、カルチャースクール、市民大学講座のように建物の一角に設けられた小規模なものもあれば、4年生大学と遜色の内大規模なキャンパスを持つものなど、日本の2年生高等教育に比べて、学校ごとの差が非常に大きい。同様に教育内容も、学校ごとの差異が大きく、自己責任として海外からの留学生は前もって、 十分に進学先を検討する必要がある。イギリスでは、コミュニティカレッジは、地元の児童青年以外にも教育を提供している、教育機関を指す。教育内容は、スポーツだけでなく、全国職業資格の取得、成人向けの読み書きや、ライフスタイル教育なども行う。16歳で、中等教育を卒業した生徒は、多くは、シックスホームカレッジにて、 一般教育修了上級レベルを取得する。その後は、カレッジ、継続教育、大学などに進学する。オーストラリアにおいては、コミュニティカレッジという名前は使われておらず、同様の教育機関は、技術、継続教育、タフと呼ばれる。運営は、ほとんどの場合、週、準週レベルにてなされている。ありがとうございます。